制作の方のやつでは1回目になるかな。すでに、タイルの裏側にフェルト貼ってあります。ただフェルトが薄い、フェルト薄いな、もしくは、色が薄いとですね、いや色薄くても大丈夫だったな、これ薄いんだねこのフェルト、それに物によってはなんかタイルの裏に貼ってあるシールがね、ちょっと透けて見えます。それ要注意で、今日は作ってみたいなと思ったのがこの街中、これ Google マップです。街中にあるこのガラスが入っているバス停、これをね作りたいと思いまして、すでに、こんな板材を用意しました。この端っこがバス停になるよって僕の空間です、何にもない。でここにですね、縁石プラ棒がありますんでね、これをくっつける形で作って組み立てていきたいかなと思います。はい、そうしましたらですね、これが2つやらなきゃなんない。まずこれにぴったり合うかどうかね、大丈夫そうですね。で、これちょっとデコある、カットするときにちょっとね曲がっちゃったかな、これヤスリで平らにします。粉落ちるか。で、ここがね、歩道になるんですけど、石畳みたいになっているんですよ。で、それは、切り込み入れて墨を流すか、タイル地をインクジェットで印刷してシールで貼るかなんですよ。で、ちょっと切り込み入れてね、筋をつけて墨流ししてみようかな。これで毛書き用の道具があるんですけど、これでどうやるかっていうと、横はこうみたいで、あと互い違いになるんで、阿弥陀みたいになるみたいなんですよ。ただね、大きさがどうなんだろう、大きさこの辺りに行くんで、あ、いい感じだね、いい感じですね。どうしようかな、角っこ丸めるか、このままでいいか、ちょっと丸めるかな先に。ちょっと丸めました。手とかぶっけたら痛かったら困るので、それで丸めて、こう触った感じでカッティングした時に、こういうヘリとかがカッターで押されて、せり立つんですよ。それでこうやってヤスリでやるか、カッターの背でね、刃でこうやって削ぐか、あ、こっちもだね。こういう処理をしておくと、あとあと綺麗に、それでカッターでこう筋入れるんじゃなくて毛書きで入れます。でこっちの線はまっすぐ、今見ると、写真見るとまっすぐなので、鍵になってます、ここ。それでカッチャいっていきます。もうね、触るか触らないかぐらいでこうカッチャい、まっすぐこうマス目にね、カッティングシートのマス目に置くとまっすぐいけます。これで置いて、見えます？これで着替えていきます。こんな感じで着替えていきます。このこっちの線引いたんですけど、途中でね、私の不注意で、毛書きのこの刃先折ってしまいました。金属のに引っ掛けちゃったんだね。また買ってこなきゃなんない、買えばを買ってこなきゃなんないですわ。でこっち側の縦の方ね、とりあえず折れてるんだけど一応引っかかるんで、ちゃっちゃっと書いてきます。こんな感じで、とりあえず毛書きはここ終わりました。
で、たまたまね、これ1ミリの角棒で、これ 0.5 ミリのプラ板を2枚貼り合わせてるんで、ちょうど同じサイズ、こうヘリにつけますけど、ここにも、こう刻みが必要なんですよ。小さなブロックがこうね、ついてますんで、ゲージ見ながらこれ、着替えていくかな。雰囲気出ればいいよね。雰囲気出ればいいので、でまだここをこれ毛がくだけじゃなくて、ちょっとやらなきゃなんない部分を発見したので。ということは、どうしようかな。この丸いちっちゃいヤスリでランダムにね、ゴシゴシと削っていく、雑に削っていく、そうすることによってその質感になってくるんじゃないかなと思います。なんかね、こういう細かなところをやっていくのが面白いんですよ、結局のところ。で、どこが雑にしたところかちゃんと見て、こうですね、なんか面白いぐらいサイズが、これ切ったわけじゃなくてちょうどあったんですよ、角棒がこのサイズで。塗装でここはね、端っこの方はグレーにして、歩道の方の石はちょっと赤っぽいので、あと展示ブロックがちょっと入ってるね。これどうしようか考えますわ。こんな感じでいいかな。ね。そして、ここにこう来る感じ。はい。なんかいいね。いいね。これはこれで置いときます。置いときます。乾かすのね。っていうか乾かすっていうか、まだあれですよ。やらなきゃなんないから、こっち。ああ、三本足だな、これ。あ、三本足じゃない。二本足か。二本足でこういう感じで、L 字でこう、来る感じのバス停だね。で、多分縁石と同じぐらいの太さなので、同じ角棒を用意して、出してくるか。1ミリ角棒。そして、バス。通定の歩道、縁石からちょっと入った後、この辺か、この辺からスタートして、どのぐらいだろう、どんな感じでつくんだろう、これからいったらこのぐらいか。ということは 2.3 ミリぐらい、 2.3 ミリ2本ですね。 2.3 ミリ2本作ります。こうやって測っていくんですよ。 2.3 ミリ2本、よいしょ、まあ、並べなくてもいいよね、測るんだから。 2.3、 これが縦の2本のボッコです。もう一本細いのはガラスの方か。そして斜めに3ミリぐらいの斜めの棒が必要です。穴掘ります。ここの位置に後でピンバースで穴開けて刺さるようにします。とりあえずの成形を、成形っていうのはここに次のボッコがつくように、刺さる部分とね、ボッコがつくようにこうやってヤスリで削って整えていきます。2本こう合わせて大きさが合ってるかチェックして、チェックしてヤスリで高さを、合わせて削っていきます。1ミリのピンバイス、とりあえず区画考えて1箇所、どこに立てよう、
ここにしよう。もうちょっとこっちかな。ここに穴開けます。で、これでは刺さらないと思うんで、穴少し広げますね。よし。一回これであれして、穴開けて、危ない危ない危ない。こういうヤスリ使って穴を広げて、クリクリして広げていきます。刺さっておくれ。指に刺さないように。あ、いた。刺さりましたね。これで結構頑丈にいけると思います。流し込み用のセメント使います。裏からで、裏ちょっと飛び出ると思うんで、ポコって後で削りますね。乾いてからこれでいいかな。で、もう一つの同じサイズのボッコがあるので、綺麗に合わせたので、肉角三角角、結構こんな感じなのか。これでどうでしょう。これは、これはですね、流し込みのやつより普通のセメントの方がいいかな。押し合わせてみよう。ここにガラス板はめてくると、まあ、透明プラ板でやるんですけど、安定してくると思うんだよね。今物干し台、鉄棒、どっちかの状態にあります。よいしょよいしょ。くっついた時、全部くっついた時、かわいいバス停になると思うんだ。それを目指して、お、来た。ほら、ほら、いいぞ。これで細い。そしてこんな感じになって、ね、いいでしょこれ。曲がりのボッコがついて、こういうのがつくんだな。ということで、続きはまた次回お楽しみに。